ご紹介いただきました東京学芸大学の山下と申します。本日はこのような発表の機会をいただきまして誠にありがとうございます。えっ、ー、と私の方からは大学教養レベルにおけるということで学部の1年生2年生に向けてこう先ほど千葉様からご紹介いただいております SSDSE を使ってどういう風うな教育をしたのかっていったような事例のご紹介をできればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 本日の内容はこのようになっておりまして、SSDSE の教材の紹介をした後に、に、の今年情報コースの音楽の1年生の春学期の記術統計の一番初っ端のところであの実践をした内容について紹介させていただければと思っています。これはあの、数理データサイエンスっていう名前になっているんですが、あの内容としては確率統計の講義になります。 えっと、SSDSE を使った教材というのは、私の方でもいくつか作成させていただいたんですが、作成させていただいた教材は、日本統計協会が発行する月間紙統計のこの2019年の4月から6月にかけて12回、連載記事で、えっと、授業に使える SSDSE の統計教材、中学・高校編というものであの掲載させていただきました。で中学高校編 なので一応、高校生用に作ったんですけれども、あのかなりあの分析の活用っていうところに着眼した教材になっておりまして、あの高校上がってきたばっかりの子に、じゃあ、あの今まで習ってきたことをどうやって使うのかっていうのを紹介するのに、ちょうどいいような教材になってるんじゃないかなと思います。今日あのご紹介するののののはこ SSDSE 町村のデータを使って たものでその内容としては2019年の5月から12月に掲載させていただいた内容になっておりますこの教材はこの 統計の考え方問題解決スゴロクっていうのをあの昨年一昨年の3月にあの公開させていただいたんですがこのスゴロクのプロセスに沿って構成してございますこのあのスゴロクはあの当数研の椿先生や電通大の鈴木和幸先生で私も入らせていただいて本学の西村経営 先生と4人でで共同で作成したものになっていますまず最初にデータに基づいてどう問題を発見していくのかといったことの後に特定された問題に対するこの原因を追求して原因が分かったらその原因に対して打ち手を打って問題解決しようといったような流れになっております問題発見のエリアでは文法のそそや外れ値に着目しようといったようなことを強調した作りになっています 教材のテーマは人口減少をテーマにしています。このようにあの人口増減の,あの要因別にど動態を確認してみると、自然増減と社会増減観察すると、自然増減の方が効いているっていうのがわかりますので、この自然現象を出生数割る死亡数という指標を用いて観察して分析を行うことで政策を立案し しようって言ったような目的で問題解決を行っています。で、今日ご紹介する例はあの ssdse が出たばっかりの2018年のデータを使っているので、ちょっとあの古いデータになっております。ここであの出生数割る死亡数の分布を確認するとこのようになります。ここであの2018年のデータでは、あの福島県の浪江町とか。 大熊町とかそういったところが人口ゼロになっているところがありますので、その4つを抜いたヒストグラムになっています。この分布から問題をどうやって発見するのかっていうと、指標の意味を考えればよくて、指標の意味で出生する死亡数が1より小さいところが人口減少を示しますので、問題となっている市区町村が多いといったようなことが分かります。 この問題を解くのにどこに着目しようかっていうと、これが外れ値っていうのが一つの目安になるかなと思います。外れ値の意味を考えると、出生数が死亡数より顕著に多い市区町村ということになるので、こういった外れ値となっている市区町村の特徴を調べることで、解くためのヒントがあるんじゃないかといったようなことが考えられるといったような流れになっています。 あでこの出生数割る死亡数という指標は、統一教の椿先生がデータサイエンス教育用に開発された指標というふうにお伺いしていて、私もこれを使わせていただいたというような経緯がございます。で、ずれつに関してはあの、新しい学習指導要領の数学1に入っておりまして、これはあの全員必修になっています。中ににこのように 記載があるんですが外れ値は除外すべき値と捉えがち方がその背景を探ることが大切である測定ミスや入力ミスがなければそこに問題発見や問題解決の手がかりがあることもあるからであるというふうにありましてとこれのいい実例になっているかなというふうに思っています。今のの大学生は外外れれ値値習っってないいいなな世代になるるででこういった教材で説明すると外れ値って あの使える値なんだねみたいな感じの,あの感想をいただくことも多いです。ここであの、外れ値の特徴的な項目を取り上げるために、層別分析を行っていきます。のアッパーグループっていうのを外れ値のグループにして、上側60に取ったので、下側も60に取って、 でえっと、それ以外の真ん中をセンターグループとして3つのグループに分けて、えっと、SSDSE の111変数の代表値、ここでは平均値を使っていくんですが、平均値で比較を行っていくといったような流れで考えていきます。で平均値を、えっと、それぞれアッパーが黄色、センターが緑、ローワーが青。 で全国で平均値を比べてみるとこういったような棒グラフになってしまいますと。本来こういう棒グラフを作ってはいけないんですが111変数それぞれの棒グラフを作っていくのは大変なので、まあ、な,なんとかこれをあの工夫してうまく示せるように考えようといったような流れで考えていきます。比較するためには2つの問題がありますがどのような問題かといったような問いかけをします。 一個目は、えっと、こ、ここのような、あの、数が小さいところっていうのが比較しにくいっていう問題があるので、これを解決するためには全国平均で割って相対比で示せばいいよねっていったようなことを確認していきます。で、もう一個、あの、問題があるんですが、それは何ですかっていうと、この、ローアグループがちっちゃすぎる問題、ローア、 について知りたいのは人口が少ないとか数がちっちゃいということじゃなくて人口が少ない中でどういう年齢層とか項目が多いのかということが知りたいんだからこれをどうするかっていうと人口で割ればいいよねっていったような話をしますそうするとあのかなり見え方がか変わってきて比較しやすくなるよねっていったようなことを確認していきます、えっと、理系の子はそんなに問題ないんですが文系の子にこういった共存を をあの展開するときは、この日の扱いとか日の解釈とかがすごく弱かったりするので、あの日,日はどういう意味かっていうのも結構で丁寧に導入してあげるとあのいいんじゃないかなというふうに思います。でこうした棒グラフを解釈すると、例えばアッパーグループでは若年者比率が高い、外国人人口比率が高いといったようなことがわかります。一方でロワーーグループは、 アッパーグループのちょうど逆のようなことが分かって、高齢者比率が高かったり、外国人人口が低いといったようなことが分かります。このようなことから。出生数割死亡数のアップに関係ありそうな項目っていうのを取り上げていきます。で、この取り上げた項目が本当に効いてるのかどうかっていうのを、今度は相関分析してみようね。って言ったような流れで考えてまいります。 でえっと、この問題発見をして、現状把握が大体できたので、次はこの原因追及のエリアに進んでいきます。出生数割死亡数と相関の高い項目っていうのを確認してみると、えっと、出生数とか15歳未満人口とか、 こういう重要者数とか婚姻とか並んでいて、結婚、出産とそれらを支える仕事が重要そうな要因だっていうのはわかるんですが、相関係数が低いので、もうちょっとあの相関係数上げて観察したいって言ったようなことから、じゃあどうしようって言ったことを考えていきます。でこの時にあの問題の分解をしてみようって言ったようなことを考えます。 問題の分解って何ぞやって言うと、この出生数と死亡数を分けて考えようっていうことなんですが、出生数割る死亡数の割合を大きくしたければ、出生数を多くするか、死亡数を減らすかのどちらについて,かについて考えればいいよねっていったような問いかけをして、で、えっと、死亡数っていうのはコントロールしにくいから、ここでは出生数を多くすることを考えましょうといったような流れで進めていきます。 じゃああの出生数と111項目の相関係数を計算するとどうなるかというと、このように0.99に高いと、とにかく1に近いあの相関係数がたくさん出てしまいます、えーと。皆様はお分かりになるかと思うんですが、学生たちに、じゃあこれど、どうしてこんな高い数字出ちゃうのというふうに聞くと、大体みんなポカーンというふうに,にしてしなってしまいます。 なので、えっと、例えば75歳以上人口の男性数っていうのを取り上げて、ここをちゃんちょっと深く見ていこうっていうことを考えていきますと。75歳以上男性数と出生数の3区図、こんなような形になっていて、確かにあの非常に強い相関があるんですが、75歳以上の男性数が多いと子どもがたくさん生まれるのっていうふうに聞くと、まあ、そんなことはないので、あのじゃあなんで こう相関が高くなっちゃうのかっていうと人口総数を介してあの相関が高くなっちゃうっていったようなことから疑似相関が観察されてしまうので、まあ、あの社会データを扱うときはあのこういったことに気をつけなきゃいけないよっていったような話をしますで。因果関係を考えることが大切とか相関関係と因果関係 は違うっていうことは高校で習ってきてたりするんですが、じゃあ実際に因果関係を考えて考察したことがあるのかっていうと、必ずしもそうではないっていったようなことから、まあ、教材を通してあのちょっと思考の練習をするっていったようなことをしていますで。人口総数の影響を除くためには人口で割ればいいよねっていう話をします。でここまで分かると、どうして出生する死亡数があの 各項目とと相関係数が低くななっっっちゃううのかかたようなことも分かってきます式展開するとこのようになるのであの出生座る死亡数はそもそもあの総人口の影響を受けにくい項目に指標になっていて総人口の影響を強く受けちゃってる各項目と相関係数が低くなってしまうといったようなことが分かります。 で問題解決の,あの流れに戻していって、人口当たりの出生数とあの相関の高い項目を見てみると、また0.199とかの高い係数が出ちゃうので、今度はこの婚姻係数と死亡数という上位の2項目について、散布図で確認していくという,ようなことを考えます。ここれらの散布図の問題はってと、まあ、大体こう 出る子からは外れ値っていうふうに出るんですが、あんまりここもボカーンとしちゃう子が結構多いかなといったような状況です。で外れ値について見てみると、この一番端っこの外れ値は、福島県の飯舘村になっていて、人口41人に対して、婚姻件数が27人、死亡数が86人。で、言うまでもなく飯舘村は、えっと、大震災に伴う福島県の,あの大原発の影響によって、村民が。 ほとんど避難していることからあの、今回の分析の趣旨には適さないといったようなことが分かりますので、まあ、これは除外すべき外れ値だよねといったようなことを確認してきますで。外れ値は悪い値ではないので、ちゃんとあの外れ値の内容を見ようねといったような話をします。この外れ値がどうして外れているのかというのを考察できるという点も SSDS のいい点かなというふうに感じております。え えっと、これがどうしてこんな値になっちゃうのかっていうのも、SSDSE の解説書を見ると、ちゃんと書いてあるので、きちんと分析するときには、解説書を見たり、データ定義を確認することも大事だよといったようなことを紹介します。で外れ値を、外れ値まだあるので、確認していくと、飯舘村と桂尾村と楢葉町。 があの出てくるので、この三つを除外するとこんなような散布図になっています。また外れ値が出るので、ちょっと確認すると東京都の三倉村と青森島村というのが出てきます。で、この二つは特段あの除去しなければならない理由っていうのはないので、このままの分析を進めていきます。でで相関係数を確認するとだいぶあの下がってしまうので、と外れ値っていうのは相関係数にすごく大きな影響 与えててしししままうううのででちゃんと散布図で可視化して確かめよよねっ,て言ったような話をしますでここもまあ話を聞く上ではそうだね、そうだねって聞いてもらえるんですが、実際に自分で分析するってなったときには、なかなかこう散布図に書いてもらえなかったりするので、実際にどうやって落としていくかっていうのが今課題になっているかなというふうに考えあ感じております。で外れ値をしょ した後にもう一回相関係数を計算して、プラスマイナス4より大きい、差が大きいところを見てみると、このような項目が出てまいります。なので、こう因果関係で考察して、まあ、ここでは15歳から64歳人口、婚姻件数、転入者数っていうのが、なんかそれらしい要因じゃないかといったようなことを見出していきます。で、散布図で確認して、えー、とこれらの総合相関から、えーと 出生数をを上げるための仮説を立てていますでここではあの15歳から64歳の転入っていうのが起点になるんじゃないかといったような仮説を立てています。転入者がたくさん入ってきて、転入者と結婚がして、結婚したら出,出世するみたいな話です。でなので、ここからはあの転入者数を増やすにはどうしたらいいのかっていうのを考えていくといったような流れになっております。 でえっ、ー、と、ここまで、だいたい終わったので、次に、あの、この打ち手について考えていくといったようなエリアに入ってまいります。でえっ、ー、と、転入者数1人、人口あたりの転入者数の分布を見てみると、また外れ値が出るので、外れ値に変いて、あの、観察してみますと、このような市区町村が出てまいります。でえっ、ー、と、分類すると、例えばこの青いところ。 は、あの大都市とか大都市の近郊で、あとは太平洋上に浮かぶ島みたいなところが多く上がっているっていうのがわかります。と、つまりなんかこうアクセスの良いところとか、景観の良いところがあの転入者数増えやすいっていうのが分かってくるので、結構立地が重要じゃないかって言っているようなことが分かってまいります。 でこの白いところはそれ以外なので、この一個一個について見てみると、例えば北海道のといにく村では人口832人に対して転入数が92人とすごい多いんですが、なんで多いのかって見てみると、村立北海道といにく美術工芸高校の生徒さんを村外から受け入れていて、これであの住民票があの移るって言ったようなこと、 が容易になっているんですが卒業後はみんな離婚しちゃうから人口増えてるわけじゃないって言ったようなことがわかりますなのであの転出所もやっぱり一緒に観察していかないといけないっていったようなことが分かってまいりますでここでわかるのでと出生数ある死亡数に対して同じように 転入者数割る転入者数のヒストグラムを書くとこのようになってまた外れ値が出るので上側の外れ値に着目してこの上側の外れ値の市区町村をこう分類すると地理条件が良いところと地理条件が悪いところに分けられて地理条件が良いところは3タイプに分けられてまいります。例えばあの東京都の中央区のようなところだとあの高層マンションを建てると転入者数が増えてくる。 ようなところまた、えっと、ベッドタウン型ですと、あの大都市近郊のところなんですが、宅地開発したり、交通整備をしてアクセスを良くすることで、転入者が増える、あとは大型ショッピングモールを誘致したりしているとか、そういったようなことが分かってまいります。南の島型は特に何かすごい頑張っているのかなっていうのがよく分からなかったんですが、あの観光地 客の一部が転入してくるんじゃないかなといったような構造かなと考えました。で、巻き起こしして、この地理的条件が悪いところっていうのは、やっぱりかなりいろいろな政策を打って頑張っているといったようなことが見えてまいります。産業を再構築したり、空き家を活用したり、子育て定住支援というのを手厚くしたり、魅力的な教育環境を打っていったりといったようなことです。 であのその一例として、島根県の海士町の,あの例を紹介したりしていますであの。職員の給料をカットして子育て支援に充てたといったような実例とかを話すと、結構学生とかはい結構す,ごいすごいねみたいな感じでいろいろ考えるところがあるようですで。こういったことを踏まえて、じゃ出生数増加のためには何が大事なのかといったようなことをあの結論付けます。 生産年齢の特に20代から30代の住民の転入が鍵の一つなんじゃないかっていったようなことで、この転入を増やすには仕事と子育てと教育と家っていうあの4つの要因が大事なんじゃないかっていったような仮説を立てることができます。で教材をまとめていくと、もう最初にまあ分布の把握をして、ヒストグラムから 分布の裾に着目して問題を発見して、それで送別を行って、送別した結果を相関分析に持ち込んで、相関分析したあとにもう1回分布の把握をして、送別して結論したといったような流れで考えられますで。こんなような形で難しい分析を必ずしもしなくても、解が導けないというわけじゃないんだよとか、今まで習ってきたことをちゃんと活用できるようにしようねといったような話をしています。 えっと、もうちょっと言うと、問題発見エリアでは外れ値地域の特徴を見出したり、原因追求のエリアでは外れ値を処理したりで、問題解決のエリアでは外れ値地域をもう一回分類し,し,したりといったようなことで、結構この教材っていうのは、一貫した外れ値をテーマにした教材じゃないかなっていうふうに考えております。 で最後にあの講義で書けたところ、えっと、分析には欠点があるけど、どういったようなことがあるかなといったようなことであの振り返りをしていきます。でそれはな何かっていうと、この日本全体の人口増減の視点では考えられていないから、国政にしたときにちょっと視点変えなきゃいけないよねって言ったような話をします。国政では、えっと、視点を変える必要はあるんだけれども、あの仕事とか子育てとか教育っていうのは、やっぱり重要要因として挙げられるし、 外国人の受け入れをもっとこう積極的に行おうってなったら、もしかしたらこれ、家っていうのも必要になってくるかもしれないよねって言ったようなことをあの紹介します。あとはあの合計特殊出生率とあの人口の相関が負の相関になるっていったようなことを確認したりもし,しています。で、こういったあの講義の説明をした後にあの。に、 4人1グループのグループワークで演習を行いました。で演習3コマで発表2コマということで結構5コマも使ってあの手厚くやりました、まあ。本当は発表は1コマの予定だったんですが発表が盛り上がりすぎて終わらなくなっちゃったので2コマになってしまいました。 えと演習ではあの、都道府県別の出生数割る死亡数をアップするための方法を考えようということで、講義では鳥の目で見て、全体の様子を見たので、演習では虫の目で都道府県の視点から分析を行ってみようということで、まあ、任意の都道府県を1個決めて、出生数割る死亡数のばらつきを確認して、その工程を地図上に可視化してから分析してみようといったようなあの演習を行いました。 で、これ、一番よくできたの例で、静岡県の例です。この分布から、こう、総1、総2、総3というふうに分類をしていて、これを JSTAT マップを使って可視化をしています。1個、あの1を超えた街があるので、ここがどんなところかっていうのを確認しています。 で長泉町というところなんですが少子化対策より安定財政を優先して持続可能性を持たせているとか、まあ、ここ安定財政のためにこう企業を誘致していて企業を誘致することで正規労働者が増えて結婚・子育ての意欲が湧くんじゃないかといったような仮説を立ててこう正規労働者割合と出生率の関係をこんな散布図で確認しているといったような流れになっています。 結構いいところにあの気づいてくれたかなと思うんですが、あのやっぱり高校を卒業したばっかりの学生なので、なかなかまだ SSDS を使ったコンペに応募できるレベルじゃないっていうのがちょっとあの残念なところであるんですが、これはあの今後もあの続けてまいりたいと思っていますで。学んだことや感想っていうのはちょっと実感が押してるかなと思うので、あの 配布資料にも配布してあるので、興味がある方はあの見ていただけると嬉しいです。あの、外れ値の扱いとか、分析楽しいとか、ステップがだいたい頭に入ったっていったようなこととか、あのいろいろ感じていただいたようです。あとは、あの、日本の現状がかなり厳しいということが分かったっていったようなことから、あの、若い子たちにあのちゃんと現状して、 伝えるっていうことも大事かなっていうふうに個人的には感じました。で、演習の結果をまとめますと、まあ、分析の楽しさを感じた学生っていうのが結構いたかなと思います。あとは分析のやり方を理解することができたかなと思います。地方出身者の生の声、あのここはこういう場所で、なんかこういう特性があるんだみたいな地方出身者の感想を踏まえた生の声が聞けて、それが結構やっぱ、 みんなもた楽しいなっていうところにつながって地域理解につながったんじゃないかなというふうに思っています。その他にも発表の仕方とか資料のまとめ方なんかをあの課題に挙げてる学生もいて大学生に必要なスキルの向上がうかがえたっていったような。あの 成果があったという,ふうに考えております一方で課題もありまして、分析をしてほしかったんですが、あのこの件ではどういう施策をしているっていったような調べ学習の延長にとどま,まる範囲があったっていうのがちょっと残念だったのと、あとは解くべき問題を捉えられていないと感じたグループも結構ありました。例えばあの東北地方の出生数 割る死死亡亡数の値ががかなりり小さい県ではあの死亡率に着目するが多くありました例えば、がん予防とか炎を控えるっていったようなことを挙げていて、まあ、これはこれで大事なんだけど、出生数をやっぱ増やすためには、若者の流出を止めるとか、そっちの方を頑張った方がいいんじゃないのかなって、個人的には感じたっていったようなことです。 でえっと、最後にあの春が期末にアンケートを取ってこうデータサイエンスに興味が湧きましたかといったようなことを聞きましたら、まあ、回答者のうち84%が肯定的な回答を示してくれました。やっぱ感想に多かったのがあの演習がすごく楽しかったとか演習が心に残ったって書いてあった学生が多かったです。あとは結構統計検定にもチャレンジしてみたいといったようなこう勉強の意欲を示していった学生も多く見られました。 で今期のチャレンジとしてはまた SSDSE の市区町村データを使ってこう復元抽出によるサンプリングをしてみるっていったようなあの数値実験から中心極限定理の式のイメージをつかんだり、まあ、復元抽出と非復元抽出した時にどうやった標準誤差が違うのかとか有限母集団補正修正項がど,どうなのかとかそういう話をしたりとか 実際にこうサンプリングするときにランダムにサンプリングしないんだけど、どんないい方法があるかなといったような導入をしながら、そうか多段抽出なんかを説明しました。とこういったやっぱ実データを元にしてこう話を展開していくと、学生たちは推測統計のイメージを持,て持ちやすいような印象がございました。でサンプリング理論や実際の社会調査に、 あの興味を持っっっったたた学生ももいたっていいててうのも良かったかなと思っていますで今後の課題としてはこの SSDSE をはじめとしてやっぱこう実データの持つ力とか魅力を引き出す教材作りを引き続きやりたいなと思っておりましてと今学期は10回期が終わった後にもう1回 SSDSE の演習を課題で出してみて、まあ、それであのどれくらいこう分析できるようになったかとか学生の中でこう 最初の分析と今やった分析でどれくらい高度になったかっていったようなことを確かめてもらうような、えっと、カリキュラムにしようかなというふうに考えております。と参考文献は以上になりますと。ご清聴ありがとうございました。最初にまずあのグラフの復習っていう形であの 高校までに習った内容は一回全部おさらいをしてから、あの、事例の説明をして、うん、じゃあ、実際にやってみてっていったような形で、あのてあ、提示をしてやってもらっています。そうすると、あの、意外と習ってたことが使えないっていうことに気づく学生とかもいて、ああなかなか、あの、そこに気づくっていうだけでもおあの、学校の教員になる子たちなので、あの、気づきが大きかったんじゃないかなっていうふうに、個人的には感じております。 分析もまだ習っていない状態なので、相関分析のみです。はい